こんにちは。今回はこちらスリアで購入しているほんわか羊ちゃん、こちらのカラーナンバー19番、すごくねいい色だなと思って今回こちら購入してみました。ウール 100% 25g 56m 入っています。かぎ針が4号から6号ですね。で、今回棒針で使っていくので棒針が5号から7号で、こういうのを使っていきます。まあ、かぎ針の時もそうなんですけど、まあ、大体でこの棒針の号数も決めてますこれこれはね、セリアで購入している編み針、輪針タイプ 40cm 4号、こちらを使っていきます。フェアですね。それでまたゲージを取ってみました。取ってみましたってもう当たり前の話だと思うんですけど私もなんかいつも面倒だなと思って、まあ、この分編まないといけないんで、でまたほどいて使っていくっていうのはちょっと、まあ、時間的にはもったいないなと思ったんですけど、まあ、帽子とか、まあ、今回帽子編んでいくんですけど、まあ、そういうのはきっちりした方がいいなと思って今更ながらちょっとこれでね、あのゲージを取って進めていこうと思います。で、大体私はあのいろんなゲージの取り方があると思うんですけど、20目作り目をして、で20目でその中で10センチでどれぐらい目が入っているかなって見ます。で、こういう風にちょっと中側からしっかりこう見て、で読んでいったら1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16、 まあちょっと少なめに見て、まあ、16目ぐらいかなと思ったんですよ。で、16目、そこから私は50目の遠いにしたくって、50センチの遠い、まあ、いろいろ言い間違えるんですけど、50目の遠いにしたくって、だから単純に10センチを5倍にすればいいんだなって思ったら、16目を5倍にして、16×5 で、で、もう計算したんですけど、80目。で、80目でそこから、まあもうちょっと多めに、まあ遠いを55センチぐらいにしようかなと思って、でだから最初からね55センチで計算すればいいんですけど、だから16目の半分なので8目、で8目でまあそんなにもいらないかな、ちょっと短めでちょっと伸びるんで、こうなのでそういうところも考えて、で8目をプラスしたら88目だと思うんですけど、あどうしようかな、まあ、いろいろ迷いがあるんですけど、まあ80ちょっと気持ち短めで84とかにしよっか自分で、84目で決めていこうかなと思います。それでまあサイズも測っていってっていう感じで、まあこういう風にゲージを取るのも、大体ねかぎ針を大体で決めてるっていうのもある、棒針を大体で決めてるっていうのもあるし、まあ今回はね2本取りで編んでるっていうのもそうなんですけど、まあ、その時その時でやっぱり一目の大きさが変わってくるんで、まあ、こういう風にゲージを取っていきます。で、これはねもったいないんですけど、まあ糸がもったいないことを考えて、まあ、このね2本材でも編むことはないと思うんで、こうやって外して、でまた最初からね編んでいこうと思います。ほどいていきます。はい、ほどいてきてここから始めていきます。こういう風にして輪を作って、ここで糸を持ってきて輪を作ります。で、ここで針を入れて、で作り目を今回84目で決めていこうと思うので、ここからこういう風に通って1、2で数えていきます。ゆったりこういう風にしていきます。3、4、5っていう感じで今回は84目作っていきます。はい、こんな感じで今回は84目作り目をしてきました。で、このポチッとしてるのがこの中側に来るようにこうやって持ってきます。さーっとねじれないようにして持ってきて、で、こうやってつなげて編んでいきます。で、ここで、まあ糸はね、こことつなぎたいので、まあこうやってね、後で入れていこうかなと思ってるんですけど、とりあえずここで一番最後と一番最初っていうことで、マーカーをつけて、まあ、この輪っかのものを持ってないんで、まあ、こういうものをこうやって使って、かけていきますね、こうやって。印として。で、一
一つ目のところ下から上に取ってで編んでいきます。で表裏表裏で編んでいきます。ゴム編みみたいにしていきたいので、ここで向こうの糸をかけてきてこの中に通してきます。まあ、1段目はねちょっと編みにくいんですけど私はでポンってす抜いて、でここで糸をかけて、まあ、つなげて編んでいきたいのでこうやってかけて、で右手で持っといて進めていこうかなと思います。で表編みしたら次は糸を手前にして、でこうやって上から下に針をかけて糸をかけて手前から向こうに糸を持っていきます。でポンって抜いて、次は手前から向こうで糸を向こうから手前に持ってきてポンって抜いて、で反対左手でこう糸を手前にして上から下にかけて糸をかけて手前から向こうに糸を持っていく。でポンってして、次は向こう側に糸を持っていって手前から向こうに針を刺してその糸を向こうから手前に引いてきます。でポンって抜いてっていう繰り返し、糸をまた手前に持ってきて上から下に針を刺して糸をかけて、まあ、こうやって親指でやると楽ですよね。でこういう風に交互に入れていこうかなと思います。でまた次は手前から向こう、こんな感じで交互にスーッとこのマーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じで一周同じように表裏表裏で交互に編んできました。で今表編んだところで一番最後は手前に糸を持ってきて、で上から下に針を入れて、で糸をかけて裏で終わります。それで1段完成です。で1段完成したら一番最後のところと一番最初のところ分かるようにこうマーカーをつけてまた始めていきます。で表裏表裏で始めていたんですけど、表裏表裏ずっと同じ感じでここからもう何段間でいこうかなと思います。表なのでこういう風に編んで、で次は糸を手前にして上から下に針を入れて糸をかけて手前から向こうに糸を持っていきます。でポンって抜いて、次は手前から向こうに針を入れて糸を手前に持ってきます。この繰り返しをまた編んでいって、まあここから何段か同じように編んでいこうかなと思います。で何段編みましたっていう感じでお伝えして、まあちょっと深めにしようかなと思うんですよね今回。これちょっと進めていこうかなと思います。で同じように何段か編んでいきます。はい、こんな感じで編んできてました。で何段編んだかというと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 段編んできてます。でここでどれぐらいあるかサイズ測って進めていこうかなと思います。ここの下までだと思うんで、ここの下から一番端まで 4.5 センチぐらいになってます。何か参考にしてみてください。でここから、まあ、一番最後は裏編みで終わりたいんで、手前に糸を持ってきて上から下に針を入れてあって向こう側に糸を持っていきます。でこういう濃い黒い糸とか気になる場合はこう抜いてで進めていくといいかなと思います。まあこれもね込みで、まあ、いい感じにもなると思うんですけど、忘れたら忘れたで、まあこういう白いしっかりした糸とかも入ってるんですけど、まあどっちでもいいと思うんですけど、私はちょっと引き抜いていってたりとかしてたんですけどね、気になる時は。でここでずっと今度からは表を編んでいこうかなと思います。こういう風に下から上に取って、糸はずっと針の向こう側にある状態ですね。手前から向こうにずっと取っていこうと思います。交互に取っていってたんですけど、手前から向こうにこういう風に手前から向こうに針を持っていって、向こうから手前に糸を持ってきます。これをスーッとマーカーの手前まで編んでいきます。はい。最後の方まで表編みでスーッと編んできました。で一番最後も手前から向こうに針を入れて、で、向こうから糸を手前に持ってきます。で、次は、この糸をスーッと手前に置いて、向こうから針を刺して、裏編みをスーッと一周編んでいこうかなと思います。で表裏表裏って言って交互に一段ずつ変えていこうかなと思います。で、ね、裏編みの時はねちょっと時間かかるかもしれないですけど、私は時間かかるんでずっとね手前に糸を置いて裏編みですね、こうやって上から下に取って糸を向こう側
こういう風に取っていきます。でここからはずっと表編み裏編み表編み裏編みっていう感じで進んでいくんで、まあ、ここで糸はねなくなったら糸をつなげて、まあ、ずっとここから編んでいくので、まあ、ずっと同じなのでこれで進めていきます。でどれぐらい糸を使ったかっていうのと、まあ、進めていこうと思うんですけど、これもだいぶ時間かかるのでまたできましたっていう感じで違うところでお伝えしていけたらなと思います。まあ、ガーター編みみたいになっていくと思うんですよね。これでずっと進めていこうと思います。こんな感じでまたいつになるかわからないですけど出来上がりはこんな感じでずっと進めていくので、またよかったら次回も見てみてください。こんな感じで最後まで見てくださってありがとうございます。こんな感じになっていきます。